まさにもう一点また別件なんですけれども、本日与党の北陸新幹線のことで、本日与党の整備委員会が開かれてですね、京都の詳細ルートの公表とかいうことが考えられているんですけれども、維新の解散としては前原ルートへの変更の求める提言書等も国の方に提出されていますが、今回こう建設費が2倍近くに膨れ上がる従来より可能性があるということで、そういうことも踏まえてですね、改めて今はどのような認識をお持ちか教えていただいてもよろしいでしょうか。馬場代表とそれから教育無償化を実現する会の前原代表ともさまざまコミュニケーションさせていただいて、提言も出させていただきましたが、その考えから今のところは変わっておらず、しっかりとこれをもう一度冷静に議論をしていこうという形で党のスタンスとしてはやっていきたいと思います。ただですね、これについてはやっぱりこのちゃんと数字を見て、そして実現の可能性、そしてスケジュールの見込みというものを政治的にもですね、しっかりと見据えながらやらないといけないと思うんですね。一旦決めたからという理由で実現可能性が非常に難易度が高く、そしてコストも上がり、そして経済効果についても当初の見込みとやっぱりこうずれてきてるんじゃないか、そしてスケジュール的にもですね、政治的にも、例えば建設的にも、建築のそのいわゆる工数的にも、非常にこの後ろ倒し、またはなんか数十年後、100年後とか、そういうなんか未来の希望だけがあって実現しないものでは、やっぱり意味がないというふうに思いますから、その辺をしっかりと踏まえて、現実的なその解を導き出していくということが、政治サイドの役目でありますから、そういった冷静なことで、冷静な視点で、姿勢でさせていただきたいと、思っています。